ジャン・オーギュスト・ドミニク・アングルの絵画、ホメロス・ライさんに描かれたアリスタルコス。サモトラケのアリスタルコスは、ホメーロスの女子史を研究する学者のみならず、文献学に大きな影響力を持った人物である。アリスト・ハネスに、ビザンチンで支持した、アレクサンドリア図書館の司書であり、後にその仕事を引き継いで館長になったと見られている。弟子には後に古代ギリシア語の文法を体系化する。 トラキアのディオニュシオスがいる。ホメロスからホメロスを理解すると言われるように、アリスタルコスは、ホメロスの死を原点批判しつつ編纂し、史上最も重要な番をまとめ上げた。また、死の用いた強制の原則に習い、因律的な正確性に注目して、テクストに当たったと言われており、疑わしい修行を退りける時のアリスタルコスの厳しさはよく知られるところとなった。また、 イーリアスとオドュッセイアをそれぞれ24巻本に編集したのもアリスタルコスだとされているが、これはアレクサンドリアにおけるもう一人の先達であるゼノドトスが言ったという説の方が有力である。数打時点にはアリスタルコスは様々な分野にわたり800冊もの注釈書を表したとあるが、今日それらはすべて失われており、いくつかの断片的なスコリアとなって残っているだけである。 アリスタルコスは、プトレマイオス朝時代のエジプトで、プトレマイオス8世、そしてそのおいのプトレマイオス7世の教師役となり、ホメロスについての本も書かせているという。その死をめぐっては、諸説あるが、自らが教えたプトレマイオス8世から兄に、加担したと迫害を受けていた、時期のことだという点には、一致を見ている。ある説によれば、キプロスへと亡命している間に、富士の水種にかかり、 自ら植えて死ぬことを選んだのだという、歴史に刻まれたアリスタルコスの名前は文芸評論と結びつき、批判的な表者を指してアリスタルコス的なる言葉が生まれたほどである。ありがとうございます。